皆さんおはようございます。おはようございます。 AWS Dev Day 東京2023にようこそ。私この Dev Day のコンテンツリーダーを務めさせていただいております Amazon Web Service Japan の塚田と申します。よろしくお願いいたします。さてこの Dev Day はですね、例年開催させていただいているんですが、アプリケーション開発者によるアプリケーション開発者のためのカンファレンスでございます。実にこのオフラインでこうして対面で開催できるのは実に4年ぶりでございまして、私も非常に皆様とこうやって顔を合わせてお話しできるのはとても嬉しく思っております。 AWS がですね、2006年にサービスを開始してからもはや17、8年になるわけですが、 AWS は今や単なるインフラではなくて、アプリケーション開発者の方々の日々の開発に伴走して、でその生産性、価値、影響力ですかね、を最大化できるような、そんなツールだと私たちは信じていますが、まだもっともっと1段階2段階それを促進できると思っています。そんな思いで今回この Dev Day いろいろ企画を進めさせていただいていて、過去最多の CFP セッションの一般公募ですね、193件ご応募いただいた方々、誠にありがとうございました。選ぶのめちゃくちゃ大変でしたが、その中から33件のセッション、スペシャルトラックを合わせて60を超えるコンテンツ、そしてオフラインならではのネットワーキングスペースもご用意しています。ぜひ皆様にはこの2日間楽しんで学んでいただければと思います。さあそれではですね、早速中身の方に移っていきたいと思います。最初のジェネラルセッションはですね、英語で行われますので、必要に応じてお手元にございます同時通訳のレシーバーですかね、イヤホンをつけてご利用いただければと思います。それでは皆さん、この2日間ぜひ楽しんで学んで語り合って、楽しんでいただければと思います。それでは AWS Dev Day 東京2023スタートです。こんにちは。私の日本語がなかなかできないもので、この通訳の機会をお使いください。聞こえますでしょうか、分かりますか。はい、よかったです。ではまず、私はローリー・リチャードソンと申します。私は AWS でディレクターを務めております。 AWS には10年以上前に入社しました。私はクラウドコンピューティングの曽祖母ぐらいです。というのも、本当に短期でたくさんのことが変わりました。そして今日に至っているわけです。あともう一つ、私について知っていただきたいことがあります。私のキャリアはちょっと変なんです。いろんなテクノロジーをこれまでやってきました。興味があっちゃこっちゃいくわけなんです。どういうことかというと、私が AWS に入社したのはレッドシフト DA の直後でした。で、最もその時興味のあるものがそれだったわけです、この業界の中で。ということで、本当にワクワクして入社しました。で、 AWS に入社してからも、次に何が来るのかということで、新しいものを追いかけてきました。ダイナモ DB、 ノンリレーショナルデータベース、オーロラ、MySQL で、 AWS で最速で成長していたサービスです。それから GoTo マーケットチームでラムダも担当していました。サーバレスのポートフォリオ全体をカバーしています。というのも、テクノロジーが変化していって、それが世界が変えるということにワクワクするんです。何か分岐点があるときに、何か違うことをしないといけないときにワクワクするんです。そして今、私はGoTo マーケットチームとしてクラウドファウンデーションサービスを担当しています。それからセキュリティ、レジリエンシー、クラウドオペレーション、そしてビルダーエクスペリエンス、すべてクラウドで成功するために必要な要素です。こうしたものができなければ、 AI、ML で何をしようが、データベースで何をしようが、アプリケーションティアで何をしようが関係ありません。きちんとしたセキュリティの基盤がないと、そしてレジリエンシーがないと、ビルダーエクスペリエンス、オペレーションがないと、イノベーションをできるだけ早くクラウド上で推進するのが非常に困難になるんです。
ということで機械学習マシンラーニングというのはもう市場において、GA となったのが本当にずいぶんもう前のことになります。しかしながらここ半年で大きな変化がありました。これが文章点分岐点です。まずマイクロウェーブ、この電子レンジのイノベーションなんですけれども、6年ぐらい前でしょうか、6年前は電子レンジまだ誰も買っていませんでした。普通に、ガスのオーブンがあって、電子レンジなんかいらないじゃないか。しかしながら、この電子レンジでポップコーンを作るということを発明した人がいたんですね。そうするとはこのポップコーンが欲しかったら電子レンジが必要だということで、これがキラーアップになったわけなんです。ポップコーンがですね。でこれが過去6ヶ月に起きたことです。この生成 AI というのが ML と AI にとってのこのポップコーンの役割を果たしています。なぜこれが電子レンジ型のポップコーンなのかというと、この生成 AI というのが他のワークフロー、他のサービスのワークフローに組み込まれているんですね。LOM が何なのか、あるいはどうやって環境を最適化するかなどは関係ありません。とにかく早く動ける、早く作成できる、そしてよりそれがセキュアにできる、それが、組み込み型の AIML が今私どもが使っているたくさんのワークフローに組み込まれていることの大きなメリットです。ということでマシンラーニングをもうアマゾンではかなり長い間実際に活用してきました。そこに含まれているのはレコメンデーションエンジンですね。アマゾン .com のそこにあるのがサプライチェーン管理をやはりアマゾン .com で最適化する、そしてアレクサデバイスで予測を行う、それ以外にも AIML はプライムエアの配達を最適化することにも活用されています。しかしながら Amazon.com、AWS だけではなく私どものサービスにも活用されています。これまでいかに AIML をプロダクトに組み込んだか、この去年までですね、ということについて言ってきました。しかしながら私はだいたい68の AWS サービスの担当をしているんですけれども、マシンラーニングと AI が実際にサービスを最適化し設計する上で組み込まれているかと聞かれたら、もう大半にもうそれは入ってるんですね。ということで AIML をプロダクトをより良くするために組み込んでいるということをやってるんですけれども、皆さんの人生をより良くするためにどういうふうに活用しているかということが疑問です。ということで今現在 AWS のマシンラーニングを使用しているお客様は10万社以上いらっしゃいます。日本にもたくさんのお客様がいらっしゃいます。AIML というのは私どもの子どもの生活の一部になります。いわゆるニューノーマルになるんです。私の息子最近チャット GTP で宿題をやりました。まあ彼の通常書く作文よりもずっといいものが出来上がったんです。私たちの子どもたちはこのアシスタンツと一緒に成長します。ですので SF ウィリアム・ギブソンの本、私が子どもの頃読んだ本というのが、まあ、その世界が今現実となっています。まあ、しかしながら AIML について話をするためにここに立っているのではありません。こうしたものが開発者としてどう影響を与えるのか、そして私どもが使っているツールが私たちのこのサービスの中でソフトウェアライフサイクルデベロップメント SDLC にどのように活用されているのか、皆さんご存知の通りのライフサイクルです。コードデプロイ、ビルドテストデプロイ、そしてオペレーションにして、そして監視しないといけません。ここでどうやって AIML そして生成 AI を皆さんの生活をそして仕事を良くするために応用されるかということについてお話します。まず4月に GA に練った Amazon コードウィスパラーです。コードウィスパラーというのは生成 AI製品でどんなものでもそうなんですけれども、素晴らしいコードを作るために設計されているわけではありません。早くコードが書けるんです。少なくとも開発者は 50% 早くコードを書けます。
コーディングをしているときに最低限の自然言語の情報を入れて、コールウィスパラーはどういうコードが次に書けるかというのを提案してくれるんです。これは非常に大きな支援ツールです。いわゆる差別化されないヘビーリフティングを開発者としてやらなくてもいいということなんです。まあ、私は開発者なんですけれども、シンタックスに非常に苦手なんですね。クォーテーションがどこに行くのか、まあ、いろいろ手直しとかもしょっちゅうあります。どういうふうにリソースを使えばいいのか、そして私のアシスタントがそれをやってくれたらどんなに助かるでしょうか。これがコードウィスパラーです。そしてまたこのコードコンパニオンというのはそこから来ているわけです。次はコードグルです。コードグルというのはこのコードウィスパラーと統合されておりまして、開発上に見つけにくい脆弱性を検出することができます。先ほど、まあ、このジェネラティブ AI の分岐点について話をしました。もう一つ分岐点について話をしたいと思います。このサービス全体をして、このコードグルを使ってシフトレフトが今まさに起こっています。セキュリティの懸念というものをできるだけ早く開発サイクルで見つけることができたら、そうすることで実際には本番環境で見つけるということがない、お客様がそれを見つけることがないといったらどうでしょうか。シフトレフトというのは、私たち必ずしもセキュリティのエキスパートにこの開発者の方になっていただくわけではない。もうセキュリティエキスパートというのは20年の経験を積んでいらっしゃいます。でももしリスクのレベルを変えることができたら、つまりディベロッパーの皆さんがその持ち込むアプリケーション開発で持ち込むリスクのレベルを下げることができたら、コードウィスパラーというのはまずは無償版上が提供とります。それから300の有償版上というのもあります。まあ、一般的なトレンドとして全てのサービスにこれから組み込んでいく予定です。そしてまた製品とかフィーチャーでこれから先1年半でリリースしていくものについて、やっぱりその左にシフト、シフトレフトのアイデアをベースにしております。そうすることでより良い行動を各時点で生み出していくということを考えています。コードカタリストは昨年リリースされました。これによってデブ環境というものを管理することができますし、ワークフローも管理できるようになっております。非常にたくさんこれから先コードカタリストについてはエキサイティングな、アナウンスが出てきます。すいません、私が話してしまうとここで解雇されてしまうので今日は話せないんですけれども、これから半年、楽しみにしていてください。かなり私たちも投資をしております。次はビルド、テスト、ディプロイの段階です。そこでまず最初にお話ししたいのはコードグルレビューアーです。これはマシンラーニングを使ってコードの中の欠陥を見つけて、そしてコードレビューを自動化してくれます。この直近の2週間ですが、アマゾンコードグルセキュリティを私たち出しました。これはいわゆる自動推論というものを活用して、実際にはコードを書きながら修正案を提供していきます。単純なら API コードですので、皆さんのソフトウェア開発のライフサイクル全体で使っていただくことができます。そして最後ですがコードカタリストです。まあ、これは実はパイプラインを管理もしてくれます。そうすることでディプロイまで必要なステップを自動化してくれます。コードがディプロイされますと、次の段階は実際を運用してモニターをするということです。 Amazon インスペクター、ここはコードグルディテクターを使って実際の本番環境の脆弱性を見つけていくお手伝いをしてくれます。正直申し上げて、ほとんどのサービスで私、まあ、このシーソーあるいはセキュリティエキスパートに話をすることは私ないんです。でも先週はリインフォースに私参加したんですけれども、セキュリティエキスパートの方だけでした。で、彼らが一番気にしているのはこの生成 AI、 それからコードウィスパラー、セキュリティがどう自分たちのこれから未来に必要とするレベルまで変わってきているのかということを聞きたいという話でした。私たちは環境の中でもこのツールを使っております。ディベロッパーのオーディエンスの皆さんにぜひ申し上げたいのは、世界は変わっているということです。私たちデブオプスまで移ってきました。でも今デブセックオプスに移ってきています。本当のセキュリティはまさにシフトレフトなんです。アプリケーション階層にまで移ってきているところです。デブオプスグルなんですが、ここはマシンラーニングを使っております。そうすることで脆弱性を見つけてシステムチェックをしてくれます。コードをディプロイした後にです。そして全てがアマゾンガードデューティーと統合しております。ここも ML を使って確実に環境の中で、ちゃんと環境の中で
脆弱性を見つけられるようにしてくれます。これが我々のこのいわゆる AI をソフトウェア開発ライフサイクルで組み込む方法です。結構たくさんのサービスがあります。正直申し上げて我々できるだけこういったサービスを単一の体験にあるいは単一のまあペンオブグラスに統合していきたいと思っています。なのでどの部分が何に使われているのかということを皆さん気にする必要なく素晴らしい体験にしていきたいというふうに思います。まあ、このコードのベースラインというのは開発者に必要ですけれども、 AI とか MR がその例えばエレガントなコードを最初から生み出すということにはならないと思います。多分私の考えではそこには絶対到達できない、それは先ほど申し上げた理由によりです。しかし例えば、皆さんがやっているいわゆる退屈な部分あるいはとにかく差別化できないヘビーリフトのところは AI にやってもらう。そうすることで皆さんはもっといいコードを作ることができるようになったらどうでしょうか。そこを私たちは目指していきたいと思います。次はデビッドにバトンタッチします。私たちがこの開発ライフサイクルの中でどういったことを実現してスピードを持ちながら開発をできるのか、そしてリスクを軽減できるのかという話をしてもらいたいと思います。昨夜話をしたんですけど、ポケモン GO を実は私たちやっておりまして、カーレンの方がいいんですね。私レベル40なんですけれども彼は41です。でとにかくポケモンをトレードしたいということでここに来ました。ですのでもし彼と友達になりたいということであればポケモントレードぜひ彼とやってください。こちらがデイビッドです。ではスピードそれから安全性について話をしていきたいと思います。 AWS 上でのスピードと安全性です。 AWS というのは実は1億5000万回以上を年間リリースをしております。まあ1秒あたり250とか258ぐらいです。でこれをやってるのはやっていながら98のコンプライアンス認証そしてまた基準というものにしっかりとコンプライアンスをしております。ということで私たちたくさんのチームが常にデプロイをしているという環境です。 AWS はお客様がちゃんとコンプライアンスの要件を満たせるように、まあ、ほぼほぼ全てのいわゆる規制に対応できるようにということをお手伝いしております。今日私の話なんですけれども、これをどうやって実現しているのかということ、そして皆さんがそれをどう取り込めるのかという話をしていきたいと思います。で、AWS ではDevOpsをDevOps探すという、いわゆる私たちのコアコンペテンシーというふうに思っているんですけれども、デザインそれから開発セキュアセキュリティそしてまた効率良いクラウド環境での運用というところを目指しているコアコンペテンシーになっています。 AWS サービスだけではありません。まあ、例えばもう本当にたくさんのお客様が実際にクラウドに移行する、そしてそこで変革をするということの手伝いをしています。それぞれの差がというのはベストプラクティスで構成されております。ですから例えば書式的な採用開発ライフサイクル品質保証そして自動化されたガバナンスそしてまたオーザーバビリティというところを目指しております。まあ、例えばセキュリティとかレジリエンシーというのはここに入っておりません。なぜかというとデブセックオプスというのは、まあ、このレジリエンシーセキュリティというのは当然差がに当然入っていなきゃいけないからです。私たちがやってることを全てに関係しているからです。開発ライフサイクルにおいてはセキュアなソフトウェアサプライチェーンそしてまた、暗号化の署名そしてまたセキュアなちゃんと開発環境というものを実現していかなきゃいけません。そしてまた機能そして非機能そしてまたセキュリティテストも行う必要があります。 Ability, we talk about incidents. Sure, that can be a thing like an operational incident. Maybe I have a 運用としてのインシデンスがあるかもしれません。例えば、アウテージがあったり、そして、攻撃を受けたりするかもしれません。セキュリティインシデンスがそうですね。脆弱性があったり、それが本番環境に移行してしまったり、そしてサイバー攻撃を受けたりということもそうです。こうしたコアコンピテンシーというのが、いろんなオファリングになってきます。そしてそれぞれのコアコンピテンシーというのはいくつかの個別なケイパビリティに、分けられます。これらについて今日はお話したいと思います。これらのケイパビリティの中でケイパビリティのギャップを
測定するんです。メトリクスを使います。つまり定量的なもの、それからインジケーターというのが定性的なメトリクスとしてあります。そして今年後半 AWS は DevOps Well Architected Paper というのを発行します。そしてセルフアセスメントツールを無料で提供します。つまり皆さんが自分たちで自分たちのケイパビリティを測定し、そのギャップを評価することができるようになります。さてここで自動化されたガバナンスについて深掘りをしてまちたいと思います。これは単にセキュリティ、リスク、コンプライアンスの成果を達成するためだけの制御にとどまりません。ここで申し上げたいのは、ここでのフォーカスというのはもっと幅広いべきなんですね。この概念としてポリシー、それから安全性を担保するものである。そしてセキュリティ、リスク、コンプライアンスだけではなくてコストも重要です。ということで3つの重要なケイパビリティについて注目したいと思います。コストの最適化、これはお客様が効率を向上させながらリソースを活用し、そしてボトルネックを特定する。リソースがよりイノベーションやクラウド上でお客様を支援するためにサイバー配分するためです。そして環境をこの自動化されたガードレールでよく管理することができます。そしてこの自動化されたガバナンスのケイパビリティというのはデータ保護にも関連します。 AWS サービスのすべてこの暗号化は保存中でも移動中、転送中でも行われます。そして3つのテーマがこちらにあります。でこれはガバナンスの自動化におけるこのトレンドといえるものです。まず一つ、より多くのお客様がこの変更管理ボードを全ての変更に関して脅威モデルの承認者に対して引き渡していきます。それからプラットフォームエンジニアリング、このチームというのは再利用可能なコンポーネント、セルフサービス、開発、ポータル、そしてビルダーツールに注目しています。そしてもう一つ興味深いのがサルサと呼ばれる、この、完全性を担保しパッケージを、そのノーセキュリティを担保しインフラストラクチャーもサポートするものです。さてここで組織的な採用についてお話します。 DevOps というのはまず人とカルチャーです。その後でテクノロジーが来ます。 AWS で私どもの経験としてはテクノロジーそのものは十分ではありません。組織的な採用のコアケイパビリティとしてあるのはとにかく素晴らしい職場を準備するということです。例えば継続的な改善をする、まあ、これは誰でもそうだと思いますけれども、学習してテクノロジーを、まあ、私はオタクですから常に習いたい。でも DevOps においてはこの継続的な改善というのはそのテクノロジーのランドスケープをすぐに変更することによってお客様のニーズに対応することを意味します。そして AWS のスタートアップについてお話したいんですけれども、差別化しないヘビーリフティングをインフラストラクチャーについてなくす、つまり開発者がフィーチャー開発に注目できるように注力できるようにするためです。差別化しないヘビーリフティング、それからアーキテクト、デベロッピング、そしてセキュリティをクラウド上で担保できるようにします。そして主な戦略的なパートナーとして組織を変革させるためには素晴らしいオファリングがいくつかあります。プロフェッショナルサービス、トレーニング、そして認定プログラムをたくさんご用意しています。お客様からよく聞かれる質問なんですけれども、私どものチームをどうやって設計するのか、 DevOps を効果的にするためにです。4つのチームのモデルがあります。しかしながらこれはスペクトラムであるということを念頭に置いてください。まず一方では多くの組織がスタートするのは組織のパターンとしてこちらの左にあるパターンです。まず開発者がコードを開発することに注力する、そしてサポートリクエストクエストでシステム管理者とサービスデスク Q を介して会話をします。そして DevOps パイプラインを開発してコードを自動的に開発者がプッシュできるようにします。
で、これはそれぞれメリットとデメリットがあります。従来型のこのチームとしては自分たちの専門分野に注力することができるんですけれども、そのシステムの中にボトルネックがあったときになかなか解消できないというデメリットがあります。そうすると次に出てくるのはゴールデンパスのアプローチです。ここではプラットフォームエンジニアリングとデブオプスチームがベストプラクティスに注力して、ガードレール、それからいわゆるセインデフォルトに注力します。プロトン、AWS サービスカタログ、そしてコードカタリストなどによってこのようなベストプラクティスの共有を可能にします。そして GitOps のお客様にとってはフラックス、アルゴ、CD が同じ仕組みを提供してくれます。そして開発者はこういう一元化してしたゴールデンパスの仕組みをもとにソースコントロールをされたバズストーリーを作り上げます。レポートを作成します。そしてそれをコピーしたり変更したりして個人のニーズ、個別のニーズに対応していきます。しかしながらもし問題が発生したときに開発チームというのはプラットフォームエンジニアリングにまずは連絡します。そうするとプラットフォームエンジニアリングチームはそのリクエストを対処します。そして一部のチームは7割以上の時間サポートチケットを発行しています。そしてプラットフォームエンジニアリングがアップデートを行うと、これは非常に重い手動のプロセスになります。しかしながら差別化しないAWS の、その設計デプロイをしなくてもいいということになります。そして、最も最新なのが2つのこのモデルです。まずは、この DevOps がアプリケーションデベロッパーの、あらゆる組織に組み込まれているということです。同じベストプラクティス、コードリアル、セインデフォルトに注力します。 DevOps チームとデベロッパー同じようにです。しかしながらチームはこれでよりアジャイルに動けるようになります。しかしながら組織としてはこのモデルに問題があることがあります。採用が大変なんです。そして複数のソリューションが必要になる。 DevOps エンジニアがその全く新しいソリューションが必要、Amazon コードスイートが必要なチームもいれば Amazon コードカタリストが必要だというチームも出てきます。そして最後にお話したいのが、この分散化されたモデルです。プラットフォームエンジニアリングの仕事は同じです。でもここで違いがあるのは開発者が両方ともインフラとアプリケーションコードを担当するということなんです。ということでここでバリューストリームドアラインドチームが出来上がります。でここのプラスというのはこれによってお客様がフィードバックループが非常に効果的になるんですね。またフレキシビリティもあって何か変更するときに早く変更することができます。それによってさらに変化するお客様のニーズに対応することができます。しかし多くのデベロッパーの皆さんはフルスタックを全部学びたくはないと思ってらっしゃいます。ですのでそのニーズをここでバランス取らなきゃいけないわけです。ではこの開発ライフサイクルについて見ていきましょう。私のお気に入りのトピックの一つです。この開発ライフサイクルというのはビルド、テスト、デプロイだけではありません。私たちのリードプラクティショナーということであれば完全なるライフサイクルが分かっています。つまりお客様からのフィードバックがちゃんとデベロッパーに渡るようにということを考えているわけです。私たちこの開発ライフサイクルというのはまず最初開発、そしてコードを書くというところから始まります。そして最後は実際のアプリケーションを運用するというところで終わるわけです。でこれを反復早くするためにはテスト、コード、そしてまたエクスプローラーというものが必要です。多くのデベロッパーの皆さんは単にアプリケーションコードを実際に書くだけではなくって AI、ML のコードはアプリケーションの中に組み込むという作業も必要です。 AI、ML というのは2つのクラウドの環境の中で AWS コードというのはクラウド9、それから Amazon セージメーカースタジオを使っています。デベロッパーとしてはこういったツールは常に使っていらっしゃいます。こういったサービスというのは完全にフィーチャー化されておりまして、チームはローカルの開発の機能というものをクラウドですぐに実現することが可能です。そしてこの Amazon コードウィスパラー、さっき話がありましたけれどもここをちゃんと担当しております。この Amazon としてたくさんのお客様がもうちゃんとデベロッパーメントチームはすべてコードとしてフィーチャー、インフラ、そしてオブザーバビリティ、そしてテスト等々に関わることができます。例えば CDK、クラウドフォーメーション、 API のパートナーの皆さんも AWS のインフラストラクチャーコードをサポートすることができます。非常に面白いの
のが、先ほどの話にありました機能です。コードアシスタントコード、コードウィスパラー、そしてコードグルです。これ両方とも、私たちベストプラクティスというのをちゃんとシェアし、何かあればちゃんとそれを報告することができます。コードスイートツール、これはアウトオブザボックスのサポートを提供しています。コードレビュー、それから継続的なインテグレーション、そして継続的なデリバリー、そしてまた先進的なデプロイメント戦略というのをサポートしてくれます。多くの AWS パートナー、そしてコードアーティファクトがソフトウェアコンポーネントマネジメントもすでに組み込んでいます。ここで今日皆さんにハイライトしたいのが AWS サイナーです。これはいわゆる暗号化の安全性というものをコードに提供し、そして管理過程というものをしっかりと担保してくれます。では AWS ディプロイメントパイプラインリファレンスアーキテクチャについて話をしたいと思います。これは先ほどの SAGA を実際に実践している例です。このリファレンスアーキテクチャですが、完全なるリファレンスインプリメンテーションで提供されます。 AWS 皆さんデプロイできます。ここに QR コードがありますので、ぜひぜひこの QR コードを読み込んでください。この DPRA なんですけれども、ステート、それからまたアクション、ベストプラクティスを説明してくれてます。ガバナンス、そしてセキュリティというのはローカルデベロッパーから始まります。この IDE のプラグインを使ってデベロッパーはちゃんとフィードバックをほぼほぼリアルタイムで、取ることができます。そしてまた、シークレットディテクション、そしてまたコミット、そしてまたコード、そしてリフォーマティングを行います。よくあるツールとしては、例えば CDK なく GetLeaks、 そしてバンダン等を使ってらっしゃる方が多いと思います。いろんなフォームがあると思います。ソースコードというのは、例えばアプリケーションとかテスト、インフラ、そしてデータベースなどです。こういったタイプというものを全体として扱うことによって、同じベストプラクティス、つまり何十年も私たちが馴染んでいるものを我々のコードに展開していくことができます。ここで簡単にこのパブリックサービスのアナウンスメントをしたいと思います。ソースコードであれば、皆さんセキュアにそれをインストールをする、例えばこの保管中、転送中の暗号化です。そして OSN、OSZ 仕組みというのをぜひ入れていただきたいと思います。例えば二要素認証などです。皆さんがアクセスするためにディプロイも皆さんの環境の中に行うことができるようにしていきます。このビルドの段階に行きますと、今度はパイプラインを見ていきます。ガードレール、例えばソフトウェアコンポーネントアナリシス、そしてまたセキュアビルドマテリアルなどを使います。そしてこれが実際にはアップストリームのエクスプロイトを確実に見つけてくれます。で、例えば Log4j みたいなものです。ソフトウェアコンポーネントアナリシスはコンポーネント、それからライブラリーというものを見て、そしてオープンソースの CDE、ライセンスの課題、それからセキュリティの脆弱性を見つけてくれます。セキュアビルオブマテリアルなんですが、ここが依存関係を見つけてくれます。そしてまた依存関係の依存関係というものを見つけてくれます。それぞれのこのいわゆるプログレッシブディプロイメントを見ていきますが、これによってパイプラインをどんどんと狭めていきます。データではアプリケーションパフォーマンスをちゃんと見ていきます。インテグレーションテスト、そしてまた受け入れテストなどをちゃんとコントロールしていきます。そしてまた次のガンマの環境では、新しいさらなる追加のセキュリティ、そしてまたオペレーションの期待値、そのロードあるいはテスト、セキュリティテスト、ダイナミックなアプリケーションテスト、セキュリティテストも含めて担保していきます。アプリケーションが実行治癒できるのか、そしてまたロールバックがちゃんとうまくいくのか、何か問題があった時にそれをちゃんと検知できるか、我々同じチェックというのがローカル開発とそれからビルド両方についています。なぜかというと、確実にチェックが常になされているということを担保したいからです。それに追加して多くのお客様がさらに厳密にビルドステージを担当しています。ここでは例えばローカルであれば、もうとにかく早く実際に実装するということを考えると思いますが、ビルドの段階では我々の AWS プリコミットデボセクスオプのパートナーを使ってさらなる厳密さというものを入れていくということもあると思います。ポストディプロイメントのコントロール
ールですが、これは確実にちゃんとセキュリティが我々のディプロイの場所に関係なく担保されるということを確実にしていきます。次が品質保証です。これまでの後手的なリアクティブな QA からプロアクティブに移っています。私たちフィーチャーに加えましてテストも行っていく、例えばその外部のチームに頼らずにということを確認していきます。例えば機能テスト、そして非機能テスト、そしてさらにはセキュリティテスト、これが主な機能です。データテストについても簡単に言及していきます。データテストというのは、まあ、そのデータのトランスフォーメーション、それからインテグリティ、そしてデータプロセスというものを見ていきます。データクオリティ、そしてさらには重複、そしてまたデータの欠落エラーというものを確実に特定してくれます。 AWS にはツールがあります。これによってあらゆるテストをサポートしております。この SAGA で必要とされるものです。機能テストではコードビルド、これによって機能テストというのを短時間で実現してくれます。そしてレポートのフォーマットにも対応しています。クラウドウォッチシンテティック、これによってカナリアを作成してくれます。そうすることで API をモニターしてくれます。 AWS デバイスファーム、これでは UI をテストすることができます。 AWS フォルトインジェクションサービス、これシミュレーターです。これは仕組みを提供してくれます。そうすることで実験的なフォルトをインジェクションしてくれます。検証、反証、そしてまた仮説の検証とか反証というのを行ってくれます。それもちゃんとパフォーマンス、オブザバビリティ、そしてレジリエンスを担保してくれます。 FIS なんですが、いくつかの AWS サービス、コンピュート、ストレージ、クラウドオペレーション、そしてオブザバビリティとともにちゃんと統合をしてくれます。ケオステストが楽にできるようになります。そして先ほどロイが話をしていましたが、我々 Amazon コードグルーセキュリティを実際リリースしました。オブザーバビリティに関してはトラブル検知、トラブルシューティング、そして問題解決、そして素早くボトルネックを解消します、解消したいと考えています。そしてフィーチャーが優先されてビジネスの結果を出していきます。デザイン、インプリメンテーション、ツールを使って効果的にモニタリングをします。キャプチャー、テレメトリをキャプチャーし、そしてその主な KPI を担保すると。ゴールとしてはビジビリティとインサイトです。そしてそれらを特定してその素早く反応するということです。そして基本的に全体的な環境の全体像を見ます。継続的な監視というのはほぼ遠隔測定データをリアルタイムで監視および分析して、そして AWS DevOps グルーでこの AI を活用することによって、そして ML も使ってさらに精度とスピードを上げていきます。そしてケイパビリティと人の分析よりも高度なものを実現していきます。さてオブザーバビリティですけれども、3つのタイプのデータがあります。ログ、メトリックス、そしてトレースです。 AWS ネイティブサービス、例えばクラウドウォッチや X-ray といったようなサービスではプロセスでそのデータの取り込み処理を素早くすることができます。そして静脈的に自動的にモニタリングをすると。そこでのキーフィーチャーとしてはコンサイト、インサイト、ラムダインサイトなどがあります。コントリビューターインサイト、そしてアプリケーションインサイトです。これでデータのコンテキストを作成してインシデントがから修復まで素早く対応できます。クラウドダッシュボード、アラームというのは継続的にアラーム、そしてモニタリングをします。そしてデータの問題を解消します。オープンソースのスタンダードを好まれるお客様、Amazon のサービスとしてあるのが Amazon オープンシェアードサービス、シェアードサービス、サーチサービス、そしてセキュアプロダクションの、AWS のマネージドサービスがあります。一旦アプリケーションで複数の AWS に、そしてパートナーにソリューションを展開することができます。簡単にお話したいのがエンドツーエンドのオブザーバビリティのエクスペリエンスです。サービスレンズ、ネイティブではグラファナというサービスがあります。グラファナはオープンソースのサービスです。10年前になりますけれども、 DevOps というのは分岐点を迎えていました。多くの組織がより早く動いて、それはサイロをなくして、そして自動化に投資化をすることです。投資をすることです。 DevSecOps という概念においては、セキュリティをそのサイロの分解に取り込みました。ここでお話したいのは BizDevSecFinOps です。全体のそれらのチームが一緒になって
て一つのお客様の問題に注力すること、そして全ての側面をみんなで一元化して見るということなんです。今日話した内容というのは、その、部門横断チームを、AWS のネイティブなサービスを使ってで、お客様の問題に注目してコストを削減しながら、オペレーションを実現していく素晴らしい方法となります。この DevOps においてはコマーシャルとパブリックセクターもそうなんですけれども、特に、このマーケットシェア、そして収益を上げてお客様の目標を達成することができます。アーリーアダプターについては、またその NAPF、その従業員満足度、そしてお客様の満足度を向上することができます。 AWS がアーリーアダプターとして実現できたのは、この投資というのが、やはり、この98以上の認定を得て、そして1億5000万以上の、デプロイができているということが実証しています。素晴らしい速度で私どもはこれができているんです。DevOps に対して私どもがそれだけ投資をしているからです。 AWS はお客様とこういった体験を共有しています。私どもは、その認知負荷を削減するためのツールを提供し、そして、ネイティブでサービスを使って、早く動けるようにします。お客様、スターターの方々にとっては全体のクラウドジャーニー、そして DevOps ジャーニーをご支援することができます。そして数百のお客様がスターターから、そしてリードプラクティショナーへと移行するのをお手伝いしています。その AI、ML というのがやはり分岐点なわけです。私どもはテクノロジーを活用してお客様が早く動けるように、そしてより安全に動けるようにします。私どものお客様が最新の AWS のイノベーションを活用してお客様の信頼を得て、そしていろんなことができることを見れることを本当に楽しみにしています。以上です。ありがとうございました。